どうしてお父さんのこと知ってるんですか？実は僕も話で聞いたことがあるだけで、会ったことはないんです。え？そうなんですか？ねえ、なんで孫くんが戻ってくる時間が分かってるわけ？それは、すみません、言えないんです。フリーザを倒した時、あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。あれってどうやって？すみません、なぜなれるのかは言えません。名前は？それもちょっと。それも言えないの？それじゃあ年は？年は17です。年齢は言えるんだ。すみません、年齢以外はちょっと言えないんです。ふーん、まあいいわ。地球を救ってくれたことには変わりないんだし。孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります。もう少し待っててください。そろそろ到着するはずです。悟空！お父さん！どうやってオラのことが分かったんだ？この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ？この子知らないって。全然？おう、全然知らねえ。それにしてもフリーザたち倒したのは誰だ？すんげえ気だったな。フリーザたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間にな。スーパーサイヤ人に？孫さん、実はお話があります。二人だけで。オラと？そりゃいいけど。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか？悪いな。みんなちょっと待っててくれ。とにかくあいつんとこ行かねえとな。よっ、あいつもスーパーサイヤ人になれるって言ってたな。何者だあいつ。よっ、はっ、よっ。なんか嫌がんな。さっさと片付けっつわか。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
いいもん手に入ったな。
んか嫌がんな。一丁やっか。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。孫さんは自分の意志で
スーパーサイヤ人になることができますか？うん、最初はダメだったが、今コントロールできるようになった。今ここでなっていただけませんか？お願いします。わかった。これでいいのか？で、どうするんだ？じゃあ、僕もスーパーサイヤ人に。僕と戦ってください。本気でいきます。わかった。本当にオラとそっくりだな。僕も驚いている。僕もフリーザを圧倒できたのですが、おめえが本気じゃねえかさ。まずい。や、何？さすがです、悟空さん。おめえもやるじゃねえか。これならフリーザを倒せるわけだ。本当はあなたがフリーザを倒すはずだったんです。はずだったっけな？どういうことか。あなたが地球にもっと早く帰ってきている。ですが、無理だったようですね。そうでもねえさ。瞬間移動ってやつを教えてもらったからな。瞬間移動？無意味に歴史を変えてしまったかもしれない。歴史を変えた？さすがです。噂は本当でした。いや、それ以上です。あなたには全てをお話しします。これからお話しすることは全てあなたの心の中にしまっておいてください。わかった。安心して喋ってくれ。ほら、口の家庭法だ。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんです。未来から？20年後の？名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。ベジータも似てる。そういや似てるや。今から2年半後に僕は生まれるんです。でもそんな話をしに来たわけじゃありません。ぜひあなたに知っておいてほしい重大なことが。ああ今のこの時代から3年後、5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島に、すさまじいパワーを持った恐ろしい2人組が現れます。何者だ？宇宙人なんか？いえ、この地球で生み出された人造人間というやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト、ドクターゲロ。レッドリボン軍？そうです。軍そのものは
あなたがその昔叩き潰したらしいですが。ああ、オラがガキの頃にな。あん時一番悪いやつも倒したから、てっきり全部なくなったもんだと思ってた。それが残念なことにドクターゲロは生き残り、研究を続けていたんです。何のためだ？例によって世界征服が目的か？よくは分かりませんが、少なくともドクターゲロの狙いはそうだったと思います。しかし、究極の殺人マシンとして作られた2人の人造人間は、生みの親のドクターゲロを殺してしまった。つまり、ただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです。相手は2人。1対1でも僕は逃げるのがやっとでした。待てよ、おめの味方いません。20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです。3年後の戦いで、あそこにいる父もクリリンさんもピッコロさんも他の皆さんも殺されてしまったんです。かろうじて逃げ延びたゴハンさんも、僕に戦いを教えてくれた後、4年前に、あなたも知っておられるように、ピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、誰も生き返ることができなくなってしまったんです。年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで、未来の世界は地獄のようなものです。強すぎる、強すぎるんですよ奴らは。待てよ、オラもやられちまったんか？あなたは戦ってない。今から間もなくウイルス性の心臓病に侵されて死んでしまうんです。え、めったな、先祖も病気には効かんねんか。くそー、死んじまうんか。悔しいな、戦えてよそいつらと。戦えないのが残念なんですか？恐怖はないのですか？そりゃ怖えけんどよ、すげえ強えやつらなんだろ。やってみてよな。なるほど、あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬であなたは死なずに済みます。本当か？やった、サンキュー。本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって。ですが、あんな歴史なら、母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシンを完成させてくれたんです。おめえの母ちゃん、オラのこと知ってんか？はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって言って、オラの知ってるやつでそんなことできんのは、まさかその母ちゃんって。はい、あそこにいる。どさー、ブルマが、今のが一番驚いた。あいつ絶対ヤムチャとくっつくと思ってたに、よりによってあのベジータと。わかんねえな。あのこのことは特に絶対に内緒にしておいてくださいね。下手をすると僕は存在そのものがなくなってしまって。ああ、わかった。では僕はそろそろ元の時代に帰ります。早く母さんを安心させてあげたいし。また会えか？タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。3年後に。生きろよ、いい目標ができた。こっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行するさ。
さて困ったな。みんなにはどうやって言ったら。おい悟空、あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだ。自分の家に帰ったかな。自分の家？あいつ結局何者だったんだ。おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。え？貴様が話しにくいのなら俺から言ってやる。おめえ聞こえ、俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな、俺たちも。殺される？どういうことだ。告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし、すべてを皆に話した。さすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが、3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間、歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに生き残るべく、それぞれが厳しい修行をする決意でいた。人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし、奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど、でもあいつは信じていいと思う。カカロット、教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。そうだ、俺たちずっと心配してたんだぞ。オラもあん時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よく玉っころみてえな宇宙船見つけてよ。そうか、ギニュー特戦隊、やつらの乗ってきた船だ。そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星に着いちまった。ギニューたちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習っていやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技一つだけだけど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。瞬間移動？つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とか行けねえ。そこがちょっと欠点かな。いや十分だろう。あんた今やもう何でもありね。よし、ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ。3年後の5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるな。じゃあ3年後のその場所で。本当に自信のあるもんだけで構わねえかな。よし、俺たちも行くとすっか。そうだピッコロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。やった、ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃみんな3年後にまた会おうな。おう。ねえお父さん、一度うちに帰るでしょ。お母さんが待ってるよ。そうだな、
父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピッコロ、まずオランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。ピッコロとの修行か、ワクワクしてきたぞ。俺は手加減せんぞ。ピッコロさんは厳しいですよ。あ、楽しみだ。嫌だな。さあ、いっちょやっか。
なんか嫌がんな。あ、一丁やっか。どんな願いも叶えてやろう。さあ、願いを言え。
やあ。どう？なあ。いいよいいよ。いや。いいよいいよ。どうかね。わかった。すまんね。なあ。よし。早く集めてこないとな。じゃなあ、ほほ、じゃなあ、ほほ。ぶっきからすぐにわかるよな。
か嫌だな。さっさと片付けちまうか。で修行できっかな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。すんげえうまそうなもん見っけ。
よし。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。いつでもいいぜ。かかってこい。なんか僕がやっつけてやる。力を当ててくれ。木が見せてくるのがわかんな。なんか嫌がんな。さっさと入ってこ。虫の都ほどじゃねえが、ここもでけえ町だよな。
前回やがんな。さっさと片付けちゃう。うっそー、ほっ、力、分けてくれ。ほっ、やっ、わっ、ほっ、や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 っ、その程度だったか。なんか嫌がんな。さっさと勝ち、すぐに片付けて。Oh!